ノノです。今回はミシンの縫い目をほどくコツをお伝えしていきます。ミシン離れの原因にもなっている縫い目をほどくという作業、ポイントを押さえていただくとスムーズに抜けて新たに縫うことができます。ぜひチェックしてみてください。これはスカートの裾とか袖口などを再現したものなんですけども、三つ折りにして端ミシンをかけているところです。本来だったらこのまっすぐ縫ったら OK とされる場合ですね。ところがよく最初のうちはこの辺り脱線して縫えてなかったり、それからちょっとこんな風にね、大げさなんですけれども中に入り込んでしまったり、こういうところって自分でも気になりますし、家庭科などでは必ずほどきましょうかって言われますね。でもこれってほどく作業を知らなかったらとても困難なことになっていきます。脱線したところは上から縫えばいいかもしれないんですけれども、このカーブになっているところはさすがに外さなくてはいけません。それではこれをどうするかっていうことを次にやっていきます。必要な道具は目打ちと糸切りバサミです。こちらを用意してください。多くの場合は端から全部抜いていこうとか、最初から最後まで抜いていこうみたいな感じで思いがちなんですけれども、こういう場合は極端に、例えば外れているんだったら外れている箇所5センチぐらい、カーブになっているところでしたらカーブのところ5センチぐらいっていう風に抜いていくととても楽になります。もちろんもうそんなことよりもこの間はもう抜いてしまいたいんだっていう方は最初からやるつもりで抜きましょう。こちらの裏表が分かりやすい布で説明していきます。三つ折りにしてミシンでこういうふうに縫ってくるわけです。そうするとこちらが上糸、そしてこちら側は表側ですね、こちらは下のボビンで縫ってるんです。糸を抜く場合はどちらかといえば表側、下のボビンの方で縫った方を見るようにしてみましょう。それは理由としてはここに段差ができて外しにくいっていう点が1点、それからミシンというのは縫いの力が上糸の方が強いんですね。抜く際はボビンの方、下糸の方から抜く方が抜きやすくなります。そうすることでスムーズに抜けやすくなるので見てみましょう。この場合でしたら三つ折りに折った側ではなくってこちら側です。まずこちら側を向けましょう。それでは抜いていきます。まず気になっているところ、このガーッとカーブになったようなところですね、そちらの方を見ていきましょう。目打ちで少し上げていきます。上がっていったところに糸切りバサミを入れて切ります。カーブになって抜きたいところちょっと多めに、端端このようにして上げてパチン切ります。これ5センチぐらいあるんですけれども、中間にもう1本入れましょう。このような状態でどこでもいいですので糸を抜いていきます。表側からこのように抜けていきます。表がこのようにパチンパチンって抜けると裏側はすでにこのように外れてきています。これを繰り返すことでスムーズに抜けていきます。もちろん三つ折りの側からやっていただいても、やりやすい人はやってみてください。もう一度やってみましょう。ここはもう抜けています。どん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 こうやって順番に抜いていくんじゃなくって、抜きたいところまでこのようにして切っていく。
スムーズに抜けることができます。要するに長い距離を一度に抜こうとするととても糸が絡み合って抜けにくくなります。もしかしたらそこで力が加わって糸が絡まってくるようなこともあるんですね。2センチ、3センチずつぐらいを切っていきながら、鎖ですのでね、縫い目というのは鎖なので切っていきながら外していく。それからもう一つのポイントとしては、いきなり切ってすぐ今みたいに外そうとしないで、少しの間置いておくと糸はこう緩んでくるんですね。それから外していくっていうことをするとスムーズに抜けやすくなっていきます。とにかく一度に抜こうとせず、2、3センチ、3、4センチは少し長いんですね。2、3センチぐらいを最初のうちはパチパチとやりながら中央を抜いていくっていうやり方をやっていきましょう。それでは残りもやってみましょう。1箇所でこのようにキューッと引っ張る作業は抜きにくくなります。締まってるのが分かりますね。キューッと生地を寄せてきます。生地によってはそこで絡まります。見えないところは表側に、もう表側の布というの縫い目というのは緩んできています。自動的に抜けるような感じになってきています。これを繰り返して少しずつ少しずつ抜いていきましょう。端を引っ張らないで2、3センチ先、ちょっと置いてやるとね難しいんですね。こちらを切っておけばスムーズに抜けることができます。もちろん返し縫いを端にした場合は慎重に抜いてください。もう一回縫い直すことができるような状態に戻ってきます。引っ張らないで、引っ張って抜けそうにないなって思ったら2、3センチ先上げていって、もうこれで抜けてきます。元の状態に戻ってもう一度縫い始めることができます。とにかく縫ったものを縫い直す、糸を抜いてもう一度っていう作業は何年経っても嫌なものです。嫌なもんなんですけれども、そこでイライラっとせずに少しずつ少しずつカットしていくんだなっていうことを覚えて、そして元の状態に戻して綺麗に縫うことを覚えていきましょう。